はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。800万ダウンロード記念ということで、すごいよね。フェスコイン800が配られるということなんで、早速ガシャやっていきたいと思います。さあどうなんだろうね、特別なコインというだけあって出やすいのか出にくいのか、なんか小あたり1箇所しかないけどね、微妙に小あたりが多い気がしますが、おっと中あたり来ましたね。なんか通常のワイマネーガシャより小あたりの面積広くないかいっていう感じはしますけどね。まあトムニャン嬉しいです。さあもう一回行きましょう。なんとかねここで S ランクのカンフーマッハをね狙っていきたいと思います。やっぱりねこのおはじきイベントで特殊能力があるということなんで、あとはね S ランクのスノーラビ、そしてゴージャス大使、このあたりも欲しいですね。おっと D ランクのおったまゲーター、うん、なかなか渋いね。さあもう一回行きましょう。フェスコイン800どうなんですかね。皆さんこのフェスコイン800何が出ましたでしょうか。やっぱ S ランク妖怪とか出にくいのかな。さあどうだ。おっと小当たりだ。なかなか厳しいね。このお祭りコイン系はね今までたくさん回してきましたけども、若干渋いよね、なかなかね。さあもう一回 USA コイントム、こちらはおっとこちらちょっと超当たりが2箇所ありますね。これは結構期待できそうですが、おっとちょっとおっと中当たりだ。なかなか難しいねこれ。歯磨き夫人ゲットです。ちょっとねこのドリームルーレットガシャになってからワインマネーの消費が激しいしちょっと厳しいよね。じゃあ通常ガシャ行きたいと思います。5つ星コインです。さあどうだ、赤いウィスパーから。おっとデビビルか、微妙ですね。なんとかね一角が欲しいなと思っています。やっぱりねヤマタン解放したいよね。さあ一つ星コイン行きましょう。おっとリーチアクションなし、赤なめか D ランク、微妙です。技のレベルアップです。さあもう一回行きましょう。まあ一つ星コインでもね来るときは S ランク妖怪とか来ちゃうからね。おっとまたリーチアクションなし、おっと無理壁だ E ランク、こちらは非常に使いにくい。さあ行きましょう。ドキドキコインです。さあドキドキさせてくれという感じですが、お高いウィスパーから。おっと天の弱 B ランク、もうすぐスキルマックスです。よく出るんだよねこれ。さあワクワクコイン行きましょう。ここら辺でね S ランク妖怪出たら動画的には盛り上がるのですが、おっとキズナメコだ E ランク。さあ皆さんはねどうでしょうか、じゃあ何が出ましたのでしょうか。またコメント欄で教えてください。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。